ギターフロンティアへようこそ。今日はにらめっこします。アッププん？はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ今週もですね、1週間ありがとうございましたということで、今日日曜日ですので、明日、月曜日火曜日と明日明後日定休日です。よろしくお願いしますということで、今週を締めくくる一本は久しぶりにベース、ね、ベースやってみましょうか。これ前からあったんですけど、なかなかやる機会がなかったんですけども、グレコです。グレコのね、1977年製45年前です。まあ、でも45年前にしてまあまあでも状態いい方なのかな。で PB500 です。まあ、いわゆるプレベのコピーモデルなんで、PB で500、当時5万円ってことですね。でなぜかここにマーキュリーベースっていうね、まあ、あの名前が入ってるんですけど、なぜマーキュリーなんでしょうかね、よくわかりませんけども、今日はそちらの、グレコの1977年製、PB500 マーキュリーベースのご紹介です。よかったら最後まで見ていってください。さあそれではですね、まあ、そういったわけで45年経つんですけど、まあそれなりにもちろん傷とかね、あのネジの錆とかありますから、細かいところをこちらのカメラでどうぞ。はい、じゃあ細かいところを見ていきましょう。黒いボディなので、なかなかこうちょっと光のね加減で傷とか分かりにくいと思いますけど、まずボディに関して言うと、小さな打痕がポツンポツンとあるんですね、こういうところね。ただ非常にでも綺麗ですよね、状態的には。あ、ここが一応 目立つね、この傷。あとここにもあるか。でも黒なんでパッと見、こう遠目で見るとすごい綺麗ですね。ピックガードもところどころこう線擦り傷みたいなのが、ここが一番目立つかな。細かいところはこんな感じですね。あとネジ、ここが一番ちょい錆びてる感じです。まあ錆びまでいかないか、こことかね、まあ、若干のくすみですわね。場所によってはすごく光り輝いて綺麗な走行とかね、まあ、どうしても手に当たる部分なのかな、たまたまなんでしょうか。ほらこの辺は綺麗ですよね。ピックアップはね、めちゃくちゃ状態です。ほら綺麗。フリッジも光り輝いています。綺麗です。さあそしてこれ、ちなみにこれボディ線単板だそうです。非常にそういう意味では今貴重ですよね。シバンローズウッド、フレットね、そんな減ってないです。8割残ってると言っていいんじゃないですかね。指板も綺麗。ぐーっといきますよ、ぐーっと。ヘッド、こんな感じ。グレコ、マーキュリーベース。ペグも色ツヤ、まあまあでしょうかね、年式からしたらね。はい、そしてちょっと後ろにしてみます。はい、メープルネック。すごい綺麗なんです、ほら。ヘッドの裏も綺麗です。で、これステッカー当時の、そのまま貼られてますね、PB500。グレコギター、はい、こんな感じ。そしてこのプレートのところにメイドインジャパンシリアル入ってます。後ろはね、若干傷がこうポツポツありますね。細かいところもポツポツあります。この辺かな、この辺とか。はい、サイド もうポツポツあるか。こっちの方もこれも綺麗かな。はい、こんな感じです。状態は45年前と考えるとまずまずといったところでしょうか。こちらこのまま来たのでケースがなかったです。梱包して綺麗に段ボールで送りますのでご安心ください。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じですね。まあそれなりにね、傷だくも若干ございますけど、なんせ45年経ってる、そんな個体ですが、まあでも逆に言えば45年経ってるようにネックなんかめちゃくちゃ綺麗ですよね。このちゃんとシールステッカー残ってるのもポイント高いと思います。さあそれではサウンドです。まあ、プレベタイプなのでワンボリュームワントーンね、非常に潔い作りになってます。音まず開放弦で、まっすぐで弦高もね低くて、あのすごく弾きやすいと思いますね。
ネットなんかですと、もう本当にジャパンヴィンテージ、ベースも含めてですけども、どんどん値段上がってまして、この PB500 もね、状態とめっちゃびっくりする値段だったりするんですよね。あの一番高いやつだとやっぱり定価超えてますもんね、軽く。さあ、こちらお値段なんですけど、こちら、ね、1977年、不次元製です。こちら、PB500 マーキュリーベースが税込みで、29,800円です。まあ、この手のタイプでね、まあ、この年式で、まあ、この状態だったら多分安いと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、ケースがない分ということでね。ということで、今週も本当に皆さんありがとうございました。来週もね、いろいろ、まあ、ポツポツ新しいも入ってますので、また頑張って仕上げて、撮っていきたいと思いますので、毎日見てください。また、明日も月曜日ですけど、定休日ですけど、お昼の12時に、なんかセットして来ますので見てやってください。ということで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。